お待ちど調子道僕武士道武士道藤山です。今回はクレヨン社さんのいつも心に太陽をの弾き語りです。どうぞ。ウクレレタイム。ずっと遠い昔、確かに愛されてた記憶、思い出して生まれたての君を花束のように抱いていたパパがいた。小さなことでいい、楽しかったことを一つ思い出して、友達のことでも朝日に胸震わせた日のことでもいい。どんな寂しかった人も忘れないで、命は宇宙の力の祈りと祝福を受けて生まれてきたということを。優しくて懐かしい、泣きたくなるような記憶を抱きしめたら、君はいつの日にも一人きりじゃなかったことにだろう。本当にやりたかったことや好きだったものを口に出してみて、なくしかけていた夢は胸の奥そっと息づいてる。温かい記憶は赤く君の心に灯る、勇気になる。悲しみの夜が訪れても足元照らす希望になる。子供の日に埋めた宝物のような記憶を見つけたなら、もっと正直に、もっと自分を信じることできるから、思い出して忘れないで、わけを思い出して忘れないで、生きるわけを。実は私、この歌を知らなかったのですが、いつもコメントしてくれる徳田美安光さんが教えてくれました。練習のためにもたくさん聴きましたが、本当にいい歌だなぁと、すっかり気に入ってしまいました。なんなら何かの作業中に、他の歌も聴き流すほど、クレヨン社さんブームが来ています。徳田美さん、良い作品を教えていただいて、ありがとうございました。今回、気をつけたこと。今回はブラッシングというテクニックを取り入れてみました。ストロークする右手で弦をチャッてする奏法です。右手の爪を弦に当ててチャッと鳴らしたいんです。こんな感じで、これ普通のストローク。で、ブラッシング。こんな感じでチャッと鳴らしたいんですけれども、私は不器用なので、このボディの部分に先に当たってこう、タン、タンって感じになってしまったりして、なかなかうまくいきません。今後も積極的に使っていて、いつかウクレレ YouTube 界の
加藤ちゃんと呼ばれたいものです。加藤茶だけに。なんてね。ウクレレタイムでは引き続き弾き語りやソロウクレレ動画をアップしていきます。気が向いたらまた覗いてみてくださいね。それではまたごきげんよう。ヤドカリかわいい？うん、もう見える。痛いけど。カニもいるね。かわいいね。カニの。では大丈夫、うん、海のお星さん。